行動できない13の原因と対処方法。営業のヒントを分かりやすく解説する営業の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。ある講演会に参加した人が100人いたとします。その中でこれはいいと思う人は1人、実際に行動に移す人はこれはいいと思った人100人に対して1人、さらに継続して行動する人は行動に移した人100人に対して1人ですから、成功する人と成功しない人がいるわけです。そこで今日はなぜ行動できないのかを分かりやすく解説します。継続して行動した人を成功者とみなすと、成功するのは100万人に1人です。日本の人口は1億2000万人なので、成功者は日本全国に120人ということになります。これかなり現実的な人数です。ただし、どこからが成功でどこからが成功ではないと言い切れないので何とも言えません。さて、行動できない原因は何でしょうか。部下が行動しないという経営者は多くいますが、なぜ行動しないのか、またはできないのかを真剣に分析した人は稀です。結局、馬を水飲み場に連れていくことはできても水を飲ませることはできないと諦めてしまう経営者がほとんどなんです。この格言は、他人に機会を与えることはできても、その機会をどう生かすかは本人次第であるという意味を持っています。この格言は教育や人材育成の場面でよく引用され、強制的に何かをさせることはできないという教訓を示したものです。では、考えられる行動できない13の原因、これを紹介しましょう。まず1つ目、行動の必要性を感じない。2つ目、行動の内容を知らない、理解していない。3つ目、行動することのメリットが感じられない。4つ目、行動しないことによるリスクやデメリットが感じられない。5つ目、自分の価値観、行動規範に合わない。6つ目、行動の必要性は分かっているが行動できない。7つ目、時間がないので行動できない。8つ目、お金がないので行動できない。9つ目、切迫していないので行動を先延ばしにしてしまう。10個目、やり方が分からないので行動できない。11個目、めんどくさいので行動できない。12個目、不安に感じるので行動できない。そして13個目、生活、職場環境、人間関係、習慣により行動できない。このように行動できない原因は13あると考えられています。これらすべてを解消しようと取り組んだ経営者はまずいないでしょう。ほとんどの人が行動しないことに対して怒る、叱る、ソフトに脅かす、できない理由を聞く、この程度だと思います。また、行動にブレーキをかける、行動特性群と呼ばれるものがあります。これらは人間が新たな行動を起こさないという様々な科学的な裏付けでもあります。それではこちらを紹介しましょう。まず1個目、プロスペクト理論。人間の意思決定における心理的要因を説明する理論です。利得と損失に対する心理的反応の非対称性を示しています。例えば、100万円を得る 50% の確率と、確実に50万円を得る選択肢では、多くの人が後者を選びます。一方、100万円を失う 50% の確率と、確実に50万円を失う選択肢では、多くの人が前者を選びます。これは、利得の場面ではリスク回避性、損失の場面ではリスク愛好的になることを示しています。新しい取り組みを提案する際、潜在的な損失よりも利益を強調することで行動を促進できます。二つ目、保有効果。こちらは別名現状維持バイアスと言います。自分が所有しているものを客観的価値以上に評価する傾向です。例えば、自分の価値を市場価格より高く見積もったり、使い慣れた古い機器を新しいものに変えることを躊躇したりします。新システムやプロセスの導入時、既存のものとの連続性を強調し、
段階的な移行を計画することで抵抗を減らすことが可能です。3つ目、一貫性の原理。過去の言動や決定と一致する行動を取ろうとする傾向です。環境保護に賛同すると公言した人は、その後実際に環境保護的な行動を取る可能性が高くなります。小さな約束や宣言から始めて、徐々に大きな行動変容につなげていくアプローチが効果的です。4つ目、社会的証明。自分の行動を決める際、他人の行動を参考にするという傾向です。例えば混雑しているレストランをいいお店だと判断する傾向があります。新しい取り組みの成功事例や多くの人がすでに採用していることを強調することで行動を促進することが可能です。5つ目、多元的無知。集団の中でも誰もが同じように考えていると誤解することで起こる現象です。授業中に質問はありますかと聞かれても誰も手を挙げないのは、自分以外の全員が理解していると思い込むからです。匿名のフィードバックシステムの導入や小グループでの討論を促すことで、本当の意見や疑問を引き出すことができます。6つ目、傍観的効果。緊急事態において周囲に人が多いほど個人の援助行動が、抑制されるという現象なんです。混雑した街中で倒れている人を見ても誰も助けに行かないことがあります。責任を明確に割り当てたり、個人の貢献を可視化したりすることで、この効果を減らすことができます。7つ目、社会的手抜き。集団作業時に個人の努力が見えにくくなることで生じる現象です。綱引きでは一人で引くときよりも集団で引くときの方が個人の力の入れ方が弱くなる傾向があります。個人の貢献を明確に評価するシステムの導入や小規模なチーム編成を行うことで、この効果を軽減できます。8つ目、利用可能性ヒューリスティック。思い出しやすい情報や経験に基づいて判断する傾向です。飛行機事故のニュースを見た後は、統計的には自動車よりも安全でも飛行機に乗ることを怖がる傾向にあります。重要な情報を定期的に繰り返し伝えたり、印象的な方法で情報を提示することで適切な判断を促せます。9つ目、代表性ヒューリスティック。ステレオタイプや典型例に基づいて判断する傾向です。技術者は社交的ではないといった先入観で人を判断してしまうことがあります。多様な事例や判例を提示することで、この偏見を減らしてより客観的な判断を促すことができます。10個目、選択肢過剰。選択肢が多すぎるとかえって決断が難しくなるという現象なんです。商品の種類が多すぎると、どれを選んでいいか分からず、結局何も買わないということが起こります。選択肢を適切に絞り込んだり、段階的な選択プロセスを設計したりすることで意思決定を促進できます。11個目、情報過剰負荷ですね。処理しきれないほどの情報にさらされると、適切な判断とか行動が困難になります。例えば大量のメールや報告書に埋もれて重要な情報を見逃してしまうことがあります。情報の優先順位付けや効果的な情報の要約可視化を行うことで適切な判断を支援できます。実はこの他にもたくさんあります。例えばサンクコスト、メンタルアカウティング、アカウンティング、コンファメーションバイアス、決断回避、アンダーマイニング効果、保温効果なども行動特性群に含まれます。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄をご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川が様々な視点から経営に役立つヒントを収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。